黄金系肉は、菊科の植物の一種で、黄色い花を咲かせる。北アメリカ原産の出根草で、日本ではドライフラワーに利用されていたが、外来種として野外に定着して問題となり、現在は栽培が禁止されている。北アメリカを原産地とする。日本、台湾、オーストラリア、ニュージーランド、サウジアラビア、南アメリカなどに移入分布する。 キバナコスモスによく似ているが、葉の形が異なる。また、キバナコスモスの方が花の色が濃い。高さは0.3から0.7メートル程度。花期は5から7月頃で、登場下、中梅花。黄色の絶妙花の先は4から5列する。痩せ花をつける。道端や川原、土手などに生育する。種子生産量は1平方メートルあたり3000から5000粒と言われている。 日本には1880年代に干渉目的で導入された。繁殖力が強く荒れ地でも生育できるため緑化などに利用されてきた。河川敷や道端の一面を美しい黄色の花々で彩る本種は緑化植物としても干渉植物としても非常に好まれた。しかし、河原なでしこなどの在来種に悪影響を与える恐れが指摘され2006年に 外来生物法に基づき特定外来生物として栽培、譲渡、販売、輸出入などが原則禁止された。また、日本生態学会により、日本の侵略的外来種ワースト100に選定された。河原の植生への本種の侵入がよく注目されるが、低木林や高木林など自然度の高い環境にも侵入、定着が可能だと言われており、 河川植生の繊維が進行し森林化しても本種は残存し続けるものと考えられる。特定外来生物の指定を受けてからは駆除が行われている例もある。本種に限ったことではないが、緑化などの目的で野外に外来種を植えることは自然環境保全上あまり好ましいことではない。黄金系肉は種子ができる前に花を刈り取るか根元から引き抜く。出根草であり、 根が残っていると再び生えてくるので、できるだけ根を残さないことが望ましい。特定外来生物であるため、生きた状態で移動させることは原則禁じられている。除去したものの処分については、ビニール袋に入れるなと、種子や根が拡散しないよう管理し、枯れ札、焼却処分する。ありがとうございます。